かわいいな。あんな怪物を倒すなんて君はすごいんだね。僕には全然無理だったよ。落ちぶれたとはいえ貴族の息子なんならさ、ちょっと武術ぐらい、何そのへっぴり腰。お、そして、あら、おお、姫初音ミク、かわいい。でもこの演出ならブサイクじゃないといかんよね。ちょっと正直思ったけど、どなたかしら。あの演出で可愛かったら、あ、まあそうよねってなるけど、あの演出でブサイクやったらおいって感じやん。絶対そっちパターンのやつやろ。え、大魔王が最初の街を、そんな、ニートは大丈夫なの？ニートだからちょっと大丈夫じゃないと思うな。あ、ごめんなさい。街にいる友人が心配で。ニートのこと見に行ってください。嫌です。そう。どうか無事でいて、ニート。進まないわけだね。そんな何回も繰り返さなくてもさっきも聞いたでしょうよ。街にいる友人ね。だからニート、分かったよ、見に行くよ。ありがとう。彼に伝えてください。初音ミクが心配していると。フルネーム。初音ミク姫のお願いを引き受けた。頑張ってくるね。どうか無事でいて、ニート。ニートは多分ね、大魔王とか関係なくピンチだと思うんだ。とりあえず、働きに出た方がいいと思うよ。お。ちょ、街へ。お、なんかちょっと待って、ピョンが出たんやない。ほら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 。はい、来たー。金ぴょん。さ、ここでお金を稼ぐぜ。いや、でも一匹しかおらんのよね。一匹でどれぐらいやったこれ、ゴールド。ちょ、覚えてない、いまいち。やっつけろー。いけいけ。おっしゃー。余裕だね。よし、これで。一匹で500は太い。いいぞ。いい感じだぞ。はい、そして、最小の町。子供が。あ、旅の方。王様ちゃんがいないの。もう心配で心配で。お願いです。王様ちゃんを探してください。嫌です。もう一回助けたからね。え、そんな。王様ちゃん帰ってきて。ママを安心させて。めっちゃ震えるやん。めっちゃ震えるやん。やばいね。王様ちゃん。よし、探してこよう。あ、ありがとうございます。実は別の方にもお願いしたのです。じゃあ、よかったんじゃないの？でも失礼ですけど、あの方ちょっと頼りないの。あなたが来てくれてよかったです。あの子遠くへは行けないはず。町の近くを探してください。自分は探さないのかな？お母さんなのに。お。よし。ここに王様ちゃんはきっといるんだね。王様、探しに来たよ。わあ、この声は。王様ちゃん、ピエー、助けてー。どっちかというと、君たち顔が逆だと思うよ。助けないと。いや、やめろー。いや。あ、やばい。ゲフ。死んだ。死んだよ。頼りなさすぎやろ。もう顔からしてやもんね。僕には無理です。助けてあげて。よし、王様ちゃん助けるわ。よし、行くぜい。ゴブリンなんか余裕余裕。ね、ゆうかさんが出る幕もないっていう感じよ。みんな愛してるよ。はい、ここでさっちゃんにメロメロ。メロメロなはずなのに、ゆうかさんにいいところを見せたいっていう。あ、ちょっと待って、ゆうかさん出る幕あったわ。お、いいね。はい、仕留めた。あっという間。よかった。はぁ、緊張した。よし、もう大丈夫。うわぁ、ママー。お礼ぐらい言っていけよ。
ちょ、教育がなってないな。落ちぶれた貴族の息子ニート、落ちぶれすぎやろ。大丈夫？助かりました。ありがとう。起き上がろう。僕はニートです。あなたが。初音ミク姫が心配してたよ。え、姫が僕のことを？じゃ、どういう感情？顔。は。それよりあの怪物は一体。これまでのことを説明しました。カクカクシカジカでね。僕がいない間にそんなことが。顔かわいいな。あんな怪物を倒すなんて君はすごいんだね。僕には全然無理だったよ。落ちぶれたとはいえ貴族の息子なんならさ、ちょっと武術ぐらい、何そのへっぴり腰。それじゃ失礼します。そのまんま去っていくなよ。動き面白すぎるやろ。よし。え、王様ちゃんの報告は大丈夫なの？戻ってないの？王様ちゃんもしかして。あ、戻ってる。わーいわーい、僕はゴブリンだぞ。クケクケキキキ。あっという間になんかね、辛かったこととか忘れるよね。王様ちゃんダメでしょ？勝手に亡くなったりして。お願い、もうモンに心配かけないで。お礼は？ねえ、お礼お礼。ちょっとそこはね、ゴールドを包んでくれるとかなんとかあるやろ。礼儀として。めっちゃたかるやつ。はい、そして、はい、お城へ。さてさて、初音ミク姫に報告に行きますかね。姫ー、王様の前を素通りしていくやつ。カクカクシカジカ。そう、ニートは無事だったのね。よかった。これ、お礼です。もう姫はしっかりしてらっしゃる。1000ゴールドゲット。ありがたや。お？これこれ姫や。いやいや、扉左側ですけど、右から現れないで。ニートのことは忘れなさい。お前には婚約者のウィスパー王子がおる。よいな、もぐもぐ。どっちもあれよね。パパ、そんな。ウィスパーとか言われ、ね、こっちから現れたよね。こっち壁なんだけど。はぁ、あ。ごめんなさい、一人にしておいて。え？何その自分勝手な感じ。頼み事があるときは頼み事するけど、それ以外のときはもう出てけ、みたいな。今、姫の婚約者がこちらに向かっておる。そうだ、ちょうどよい。婚約者を迎えに行ってもらえんか。嫌だよ、何しによ。そうか、残念だ。彼はちょっと危なっかしい男でな。心配だの、むしゃむしゃ。自分が行け。確実にそういうことにしかならんやろ。ありがたい。姫の婚約者は隣の国の王子だな。国境の山まで来ているはずだ。山に向かってくれ、むしゃむしゃ。食うなよ。食ってる場合じゃねえだろ。まあ、とりあえず旅立たねばならんわけか。はい、それじゃあ、なら、どこだ？こっちか。めっちゃ遠くまで。てか、あそこにカネピョンおるのめっちゃ気になるんやけど。また稼げる場所が。はい、国境の山。あ、じゃあ、どっちにしろストーリー的にはこっちは後やったってことやね。すがすがしい気分。なぜ？初音ミク姫の友達のあの人。なんだか頼りなかったね。でもさ、いい人ではあるよね。まあ、確かに。さて、ウィスパー王女を探しに行こう。まあね、いい人っていうだけではね、親的には心配であろう。いや、でもね、もう落ちぶれたとはいえ、元貴族の息子というわけでしょ？それなんなんやろ、家系的に家全体が落ちぶれたってことなんかな。本人が落ちぶれただけなら親との関係が元通りになれば大丈夫な気がするけど。でも縁を切られるぐらい勝手に設定つけたけど。縁を切られとるっていう時点でちょっとあれなんかな。いけー。大丈夫、相手には目がないから、ちょっと鼻だけではね、戦いも順調に進めれんはずよ。うおー、弱い弱いよ。はい、ジャンプ切り、やったね。手応えあり、イエイ、やったね。お、二人一気にレベルアップ。さっちゃんはレベルアップ。
そしてゆかさんもレベルアップ。見かわしを覚えた。敵の攻撃を時々かわす自動発動技、ただし魔法はかわせない。岩石チョコゲット。早いよって言ってるのは戦闘なんだけどね。旅の疲れで険悪なムード。気をつけてよ。そっちこそイライラしないで。ふん。かわいいかよ。いやー、ハートが堪忍袋爆発。いや、二人とも堪忍袋爆発しちゃった。じゃ二人とも落ち着いて宿屋を目指して走れ走れ。さっちゃんちょっと雰囲気を和ませて。お、これはどっちに進む。で、ここは下に行ってね、宝箱のところに行くでしょう。一緒に走るのいいよね。ちゃんと最後まで一緒に走ってよ。はい、開けます。サンドイッチゲット。落ちてるものを食べるというのはいかがなものかと思うけれどもね。お、今日の服お気に入り。いつも一緒だよ。いつ見ても服装は一緒だよ。いけ。こういう時に活躍するゆうかさんの全体攻撃。あ、いやいや、ゆうかの活躍にイライラ。ちょ、顔しっかりしてよ。愛のビンタ、いいね。ちょっと気になる。お、いいぞいいぞ。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。戦闘中にそんなポーズをとっている場合ではないね。ちょ、お互いにピリピリしすぎ、イライラしすぎだから。新しい技、ラブ&ピース。ほら、みんな平和になって。お、ムカムカがすっきり、いいね。あ、もうキャンディーさんのムカムカ終わっとったんや。あっという間やったね。一瞬やった。いいぞ、あと2匹頑張ろう。お、よし、あと1匹。笑うが一番。じゃ、待って、まだ続いとるやん、キャンディーさん。お、今の正気に戻すっていうのは自分には効果がないのか。お、マイペースにやる気を出せ。いくよ、ジャンプギリー。やったね。やっぱそこは主人公がとどめを刺すべきやね。イエーイ。筋肉痛になりそう。大丈夫か。え、そろそろ、はい、到着。お、ミートピアにある宝箱を15個以上開けよう。結構開けた。いや、でも思ったより少ないかもしれんね。はい、おはよう。お、何、次は誰の部屋。キャンディーと仲直り。おー、なるほど。それはぜひぜひ仲直りをしておこう。はい、キャンディーさんと。キャンディー、この時のこの雰囲気結構好きなんやけど。ひどいことしてごめんね。またキャンディーと仲良くしたい。何のドラマやねーんっていう感じのね。私もありがとう、ゆうか。お、ムカムカ終わり。いいね。ゆうかを許した。はい、そして、みんなに、料理を。はい、お任せで。どうぞ。乳だらけやね。あ、キャンディーさんが。でも、こういう状態でもね、とりあえず、何かしらの値が上がっとけばいいんやけど、なかなかパワーアップもされない。はい、そしてゲームコーナーで、ルーレット。金の杖の割合すごいな。これ、キャンディーさんか。よし、来い。金の杖来い。え、これは、来るやろ。これでこんかったらちょっとひどいよ。イエーイ、やったねー。武器、金の杖ゲットー。ということで、これを、はい、キャンディーさんに渡します。どうぞ。いや、さっきのね、キャンディーの方が可愛かったけどね。あ、そっか、それで、武器も見た目だけ変えれるよね。とりあえず武器はいいかなって思いよるけど。
はい、そしてお小遣いもだいぶ溜まったけんね。さあ、ここでキャンディーさんにペンギンの衣。いいぞいいぞ。さあ、これで、いや、どうかな。これかな。この色かわいい。どっちにしろ見た目はね、最終的に飛び盛りになるんやけどね。はい、そして、ゆうかさんのアラビアン装束。まだまだお金には余裕があるからね。てか、この買ってきたっていうのに、買ってきてから色を決めるっていう意味のわからなさ。私、緑系結構好きやなってめっちゃ思う。紫で。かわいい。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これで今度は隣町の王子に会いに行くってことになるんかな。いやー、また個性的なキャラたちが続々と現れてきよるけど。いいね、ニートくん。